温室効果ガスの削減が注目される中アメリカの大手航空機メーカーと経済産業省が世界初となる電気で動く旅客機を共同開発することで合意しました電動旅客機は翼の下のジェットエンジンなどが不要になり空気抵抗の少ない機体が実現できる上に温室効果ガスの排出量が減ることから開発競争が激しくなっています 実現にはバッテリーなどの大幅な軽量化が必要で、日本の企業が多くの特許を持っていることから、ボーイング社は経産省との協力に合意しました。経産省は2030年代に100人以上が乗れる電動旅客機の実用化を見込んでいます。